はい、じゃあ今からこの甘木を、丸ごと全部食べれるように下ごしらえしたいと思います。まず結局このようにね、このような形にします。ここからの背骨を取るように、今から包丁を切り目を入れます。まずこの線に沿って切り目を入れます。でこの中骨に沿って両側にちょっと包丁の先で切り目を入れてあります。であとはここをカチッとこう切ってあげて、で骨抜きで引っ張ってあげます。そしたら抜けますんでね、このように。でこのような状態で油で揚げたら、もう頭から尻尾まで全て食べることができます。これで完成です。これは最初からもうちょっとエラと内臓は抜いてますね。はい、このようにして、魚を全部頭から尻尾まで食べてください。はい、完成。はい、ありがとうございました。